総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイキセブンカープ第34回大会の出場者はあなたのチェロス、シオネ、シルビー、ツルコ、バイク修二郎、ミナッチ、ヤマちゃんモンバー、そして第33回大会の覇者、ディフェンディングチャンピオン、ゼットウォーキー。以上8名の精鋭が真剣バトルを繰り広げた本トーナメント。激戦を勝ち抜き、栄えある決勝の舞台へと駒を進めたのは、人生マックス体重シルビー、初代衛星チャンピオン、ゼットウォーキー。おはようございます、シルビーです。はい、いよいよ決勝戦にやってきてしまいました。私自身の、3回目ですかね、決勝戦に進出したのは。でうち1回だけ優勝したことがあるんですけども、今回2度目の優勝を狙って頑張っていきたいと思います。で対戦相手なんですけども、これが Z 大木さん。なんかね、初戦2戦目と海を打ってなんかバカ出しして勝ち上がってきたっていう情報聞いてるんで、今回ちょっと海路線で行くのかなと思ってるんですよね。ちょっとまだ分かんないんですけども、やっぱあのこんがり焼けた肌がやっぱ海によく似合う海のキングかなっていう、その座を狙ってんのかなっていう、ちょっとうっすら思ってるんで、その海の大雄、大雄じゃない、海のキングから引きずり下ろしてやろうと思ってますので、頑張っていきたいと思います。で私はですね、今回今シーズン今章は、バラエティコーナーを転々としながらコツコツと勝ち上がってきた感じがありますので、まあ、今回もしっかりとコツコツといい台を選んで確実に狙っていきたいと思います。おはようございます、Z大木です。まあ、気づけばあっという間の決勝戦ということで、前回の準決勝はねちょっとバカ出しすぎたんで、その反動が来ないかちょっと不安ではありますけどね、まあ、そんなこと言っても始まんないんで、まあ、いつも通りに、まあ、できれば海以外の台を打ってね、優勝目指したいと思っております。で対戦相手が、決勝戦の相手が AB シルビーっていうね、シルビーちゃんで、ね、ぶっちゃけね、彼女は割とガチに近い、女性の中でも比較的ガチに近い子だと思ってるんで、まあ、本当に女だと舐めてかかったらガバッて噛みつかれるって分かってますんで、そこはしっかりね油断しないように、なるべくシルビーちゃんの先にまあいい打つ持ってしっかり粘って球を残したいと思っております。それでは、決勝戦行ってまいります。今回戦いの舞台となるのは東京都西東京市の安田ひばりが丘店。西武池袋線ひばりが丘駅南口を出てすぐ目の前にあります。パチンコの設置台数は661台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん1パチ、0.5 パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイキセブンカープ決勝戦結果、あざます。いや決勝だよ、どうしようかな。あ、嘘音めっちゃ混んでるな。海と、いや武装だよね。よはい、武装がもう、あでも半分ぐらい空いてるか。でまだ武装がありましょうね。なるほど。ああそうか。なんかもうあからさまにみんな武装に。向かってってるから、もうすでに空き台少なくなってきちゃってる。嘘言っちゃっていいの？当店の看板機種の一つ、相変わらず大人気の初代新北斗無双、設置台数は28台です。ちょっと、なんだろうな。初代新北斗無双をスルーし、2代目新北斗無双の島にやってきたゼットン。こちらの設置台数は14台です。行
比べたらこっち側の方がね、無双に比べれば無双2の方が、うん、まあね、スペックボーダーも違いますけど、高いバリが期待できそうな素材ではあるんですけどね、サイドセブンカップじゃないところで触ってはいっていうのがあったんで、究極審判ね、寝台の究極審判は10台の設置。どうなんだろう、今日から通りですね、究極審判。これから入るのも悪くないな、でも予備知識らしいものはほとんどないですけど、結構入れてんな。とりあえずキープです。さて一方のシルビーは、あれや、そう、失敗も気になってたんですよ。こちらも導入されたばかり、被弾のアリア AA、 設置台数は5台です。面白そう。というわけでシルビー、まずは気になる寝台のアリア3番台からスタートです。アリア、お手柔らかに、お手柔らかにお願いします。いや、そちらこそ横田、お手柔らかにお願いします。そうか、シルビーの寝台から入ったか、悪くない、いや、いいのかどうかわからないですけど、ありだと思うよ、初日だしね。なんかね、なんか調子良さそうなんですよ。いつも朝ね、具合悪そうなの、多分ね、前日のお酒が残ってたりとかして、めっちゃ酒臭かったり、声ガラガラだったり、お腹が下してたりするんですけど、今日はあのトイレに行きたいぐらいしか行ってなかったですね。まだお腹下してなかったみたいです。朝一すぐにトイレ探してましたけど、それ以外はね、体調良さそうなんで、なんか決勝戦に合わせてコンディションを整えてきてますよ、多分。はい、1年目寝台の真相初日のこの究極審判をちょっと打ってみようかなと思ってるんですけど、どうやらスペックがちょっと辛そうなんで、はい、24個ぐらいは欲しいかなという感じなんで、まあ終えるかどうかわかんないですけど、ちょっとお楽しみに思います。まあね、メーカーとか全部違うんですけど、ディックドリームと近いと思えば、あれ比較的ゲージがマシな方ですから、それくらいのツアーでなんとかなっても不思議ないと思ってるんですけど、なんとか回ってくれるか、レンダーを共有してるんだね。やっぱ発展したっぽいな。よく来ましたね、導かれし者よ。宝箱の方が面白いな、これは。なんで剣にしちゃったんだろうね。どういうこと？残念に、ああ、剣が折れてるから外れってことが言いたいんだね。いや、絶対宝箱の方が分かりやすいじゃんね。オール、我を信じていれば申し訳ありません。またお会いしましょう。はい、だから外れてくるだもんね。本日最初のビッグチャンスをあっさりと逃してしまったゼットン、その後2000円を投資し39回転回したところで早くも大移動です。さあ、ここから何をしたかな。どうしようかな、無双無双2、海たらやつか、海たらやつが一番まともな気がしてきたな。実戦スタートから30分が経過しました。引き続きアリアを黙々と打ち込むシルビーは、
エメラルドクリーン。ゼットン同様、本日最初のビッグチャンスを逃してしまったシルビーですが、シルビー見事先制のゴール。で、大事なとこ、力で今形からみたいで、形からちょっとさ、もうちょっと終わりになっちゃうさ、そういう形からで当たるのが結構大事です。残念ながら昇格はならず、15ラウンドの通常大当たりでした。実戦スタートから1時間が経過しました。大海フォーの島を探っているゼットンですが、よくありがちな、あちらが立てばこちらが立たずですな。ゼットンが続いてやってきたのは沖海フォーの島。ピンクのセーターを身につけた海の男優にはまさにうってつけ。設置台数は当店最多の37台です。これちょっと試してみよう。はい、じゃあとりあえず、やばいな、大事な決勝戦なのに色ばっかしてるぞ。実戦スタートから90分、そろそろゴールを決めておきたいゼットンですが、珍しいですね、なんかグーってなってる、出てくるだろう、ほらね、また
驚くだがスーパーには行くんですけど、あれ行かない、行かないっていうことはいくら前以降はですね、ほら、はい、当たんないですけどね、結局ね。それで驚かないだろ。今日は無理かな。頼むぞ。外すなよ、本当に。外れそう。おーし、危ない。ゴール！なんだろうな、なんか、まあ、ゴールはゴールなんですけど。大道後186回転、8000円の投資で大当たりをゲットするものの、残念ながら通常図柄。さあならば時短中に引き戻し確変に突入させたいところですが、グリーンチャンス1、2、3、4、5。いやこれが刺さるとでかいんだけど、さっきのサメぞろいはゴールの上でゴールじゃないかな。これが決まればゴールだわ。ダメだ、マジか。サム来い、寒こい、ないか。いやーチャンス生かしてやんな、まあ、当然ね、その100回連鎖も回した時のその出玉の増減ももちろん村はね出るんですけど、なんか水が枯れる瞬間がまあまああったんで、もう終わりますね、はい、これで終わりか、はい、で1380だから、はい、まあ、0.8 個80%減ったってことですね。多分最初の周りは、まあ、8000円で180ちょいか、まあ回ってるんですけど、最初の貯金を食い潰してるだけなんで、なんか微妙になってきちゃうんですよね。1枚使い切っちゃったので2枚目ですね。いやそれにしても今気づいたけど、大木さんが何をしてるかも全く見てないし、何言ってるかもちょっと見てこようかな。もうね、海だけは行かないって言ってたんで、打つつもりはないって言ってたんで、多分打ってないと思うんですけど、何言ってるんだろう。いや海打ってんじゃんちょっとこれはちょっとこれどういうことか聞かないと、これはちょっと見過ごせないですよ。大木さんですよね、100% 大木さんだよ。ピンクの服着て、このピンクの沖縄ホールね、海を打つっていう、ピンクのパチンコを打つあれ、沖さん、持ち玉ゆぎ当たったんですね、当たったんですね、当たったけどテンション下がるわ。海打ってんじゃないですか。え、海打ってるじゃないですか。苦肉の策だよ、苦肉の策。ピンクの服着てピンクの海打ってるじゃないですか。でも、もう190でもうこんだけしかないから大して待てないでしょもうやめようかなと思って。やめちゃうんですか。シルビーは何打ってんの。まだアリア打ってます。え、まだ打ってんの。まだ打ってます。打てんだ。いい感じです。マジで上手だね。なんことないですよ。じゃあ俺もその辺打つわ。もうまだ開いてないんですいません、海打っててください。はい、いやそうか、同じ信頼でも究極審判はねちょっと厳しかったですけどね。現在両者にほとんど差のない状況です。引き続きアリアで次なるゴールを狙うシルビーは、
のチャンスですね。これドキドキワクワク、お、来ましたわ、来ました、三千色に注目ですね。ほい、来ましたわ、やりとり弱いな、来ましたわ、来た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 来ましたわ、来た、オッケーオッケーオッケー、いい展開だよ、よしよしよし、この8点のロゴ落下も大事、いいよね、結構頼む頼む、いいよいいよ、やっぱねこれがね王道あたりの流れなんで、これ十分チャンスあるよ、当たってもいいと思いますよ、前半戦のチームもう一回当たってきたいんで、もう一回お願いします、来い、よし、来ました、来ました、来ました、シルビー本日2本目のゴール、6すぎるとダメなのよ、長くから異常が来る、突入して58点突破、うわあかんやつ、いや2連続きついね、これまた昇格ならず、何言ってますか、まあ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 、まだあの大木さんもドカッと出してるわけじゃないので、まだなんとか、ここまで254回転、追加投資は7000円でした。実戦スタートから2時間半が経過しました。すでに追加投資中のゼットンですが、やっとチャンスに連絡せか、これもっとな、違った、熱い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 、下来い下来い下来い、バカ者、一応でもチャンス目に連覇のリーチではあります、あー臭いな、でも余分で、あーやっぱそらそうだよな、そらそうよ、レッツマンボ選ばれてないんだもん、はい、実戦スタートから3時間、早くも2万円を使い切ってしまったゼットンは、どうしたもんだな、本当に7000円を追加投資し、時短後317回転回したところで席を立ちます。やってきたのはシルビーの背後の島、仮面ライダー、設置台数は4台です。ちなみにシルビーもすでに追加投資中、24弱ぐらいです24、じゃあめっちゃ悩んでるじゃん、いやーむずいぞ、正解が分かんない、どうするんだろう、あの砂で24回るかよう分からんな、パチンコは、まあいっか、じゃあどうせあと5000使ったら2万5000なんで、おとなしく海ですか、当たる気は全くしないですけど、海の男優らしからぬ弱気な発言、とりあえず沖海4を続行しますが、まあ、サイドセブンカップは5万投資したね、資格なんで、25使ったら必然的にそこで前半戦終了になるんですよ、で今使いが24なんで、ちょっとここで1回もこれやめます、
というわけでゼットン、ここでついにオキウミ4とお別れです。タイム。ちょっとね、肩に肩さんのライドがちょっと引かれるんですけど、ちょっと通路が塞がるみたいな感じになるんで、ただのライドで。で、ちょうどもうここで前半戦終了ということなんで、はい。後半あと使えるお金が26本、これでどうにか当たりが引けるかどうか、はい、勝負していこうと思います。お疲れ様でした。自身2度目の連覇を狙うゼットンですが、未だ打つ台が定まらぬ大ピンチ。アリアの優秀台を掴んだシルビーがわずか2ゴールながら優位に立っています。はい、はい、前半戦終了ということで、はい、お疲れ様でした。決勝戦にふさわしいね、大当たりの叩き合いです。パッパッパッパーって、ね、もうすごいいい勝負だと思いますね。はい、この辺り1回よ、私、じゃあちょっと上回ってるかもしれないです。2回引いてます。2回でしょ。はい、通常2だもんね。通常2ですね。しょぼいんだよ、本当に。単発とね。でもあれだね、はい、俺も1代目究極審判、はい、寝台言ったんだけど、はい、あれはちょっと足りないかなと思って捨てたんだけど。あ、そうなんですか。あれもあるのね、じゃあ。アリアはなんとか足りてる感じはしますね。ね。はい。あれ何、前回と違うの？なんか前回で風穴みたいなあったじゃん、ケジュピーンと。あ、もう全然変わってました。もうストーリー性も全然違います。ヒス起こしたりしないです。なんなん今回、なんか俺の嫁にみたいなのが出てたでしょ。俺の嫁に今回はなんかもう完全に、なんていうんですかね、ゆりみたいな感じです。はい。原作は知ってんの？原作はちょろっとだけ見てました。はい、めちゃくちゃ詳しいってわけじゃないんですけど。よしみは後半もあれをもう打ち切る感じ。あれもう打ち切りたいんですよ。とにかく右打ちのラッシュ入れたいんで、ね、そこのね、バトルストックなんとか生かしきれたらいいなと思ってます。もう移動しないのね。移動しない気ではいます。俺角さんのライダーをしたかったんだけど、カメラが被るから通路塞ぐことになるから撃てないって言われて、泣く泣く角のライダーを押さえました。角のライダー、なんで隣撃ってくれなかったんですか？え、いや、ちょっともうライダーとか座られちゃう方が怖いんで、いや、隣で撃ってほしかったんですよ。どっちもじゃん。どっちも結局右でね、レンジャー引きなんかで意味ないから。まあ確かにそうですけど、まあ俺もでもあのライダーがずっと追えるかどうか分かんないんで、はい、まあ、後半戦うろちょろするかもしれないですけど。はい、分かりました。ちなみに使いいくらなの？使いですか？今私1万5000円ぐらいです。あ、1万ぐらいの差がある。あ、そうなんですね。 やっぱり消化の差ですかね、これは。スピードの差、シルビー勝ちたいけど、まず後半戦ノーヒットだけは避けたいの。大事な決勝戦でノーヒットも最悪でしょう。最悪です。まあ、でも最悪天竜があると思ってます。いや、打てるんだって朝から打ってるわ。何を言ってんの本当に。バカなんじゃないの。打ちたいのよ本当に。打ちたいのよ。出してくれよ。次回のサイチセブンカップは決勝戦、シルビー VS ゼットン大木の後半戦、人生マックス体重のガンバルビーと海の男優の頂上決戦、悶絶パチンコドキュメンタリー、衝撃の結末をドンミスイット。